皆さんこんにちは。レアル・マドリードやチェルシーなどで数多くのタイトルを獲得し、現在はセリエ A のローマを指揮するジョゼ・モーリーニョ監督、24日、都内でローマの公式練習後に取材に応じ、 FIFA ワールドカップカタール大会でドイツを撃破した日本代表を祝福し、日本代表監督には日本人が望ましいとの持論を述べました。モーリーニョ監督はテレビをつけて日本対ドイツの試合開始を待っていましたが、睡魔に負けて寝てしまったといいます。試合は見ていないとのことですが、日本の勝利、素晴らしい達成をされた、クレイジーなサプライズではないと考えていると結果への感想を語りました。理由として、日本の選手が欧州で経験を積み、ハイレベルなサッカーをしていることに加え、日本人の献身性を挙げました。モーリーニョ監督は日本人の指導はありませんが、韓国代表のフォワードソン・フンミンを指導したことがあり、欧州のサッカーにはエゴ、個人の面に大きなフォーカスが当たっている、アジアで最高の選手を指導したことがある、見ているとチームを最優先し、チームのためにプレーするメンタリティが、日本もチームを最優先する考えだと、チームの目標のためにハードワークを厭わないと分析しています。敗れたドイツ代表については、巻き返して決勝トーナメント進出を予想し、見てはいないが日本が勝ったことをすごいサプライズだとは感じていないと強調しました。報道陣から日本代表監督の可能性はあるかと問われると、日本代表監督には日本人監督がふさわしいという持論も展開し、今後どうなるか分かりませんと前置きした上で、私が見る限り日本は今発展の段階で、監督も十分に成長しているレベルにまで達していると思う。私は日本が特に外国人監督が必要としているとは思っていないとしました。そんなモーリーニョ監督率いるローマは25日、明治安田生命 J1 リーグの名古屋グランパスと対戦。スコアは名古屋は主将の稲垣選手や丸山選手、森下選手など一部選手が故障で欠場しましたが、マテウス選手、永井選手、ランゲラック選手など主力選手が先発出場。一方ローマはディフェンダークリス・スモーリング選手、ネマネマティッチ選手、フォワードタミー・レイブラハム選手、フォワードステファン・メル・シャーラビ選手などのメンバーがスタメンに名を連ねました。前半は名古屋グランパスが前線からの素早いプレスなど持ち前の高い守備力を発揮、ローマが攻めあぐねる時間が続き、スコアレスで折り返します。後半はオープンな展開が増え、ローマが何度かチャンスを迎えるも決めきれない流れが続きます。その後両チーム交代選手を加え活性化を図りますが、堅い守備が上回りスコアレスで試合は終了しました。そしてモーリーニョ監督は名古屋グランパス戦前日の記者会見で、日本人選手獲得の可能性に言及し、安ければと笑わせ、もしフランクフルトが鎌田をローンで貸してくれるならいただきますと、アイントラハトフランクフルト所属の鎌田大地選手のレンタル獲得を冗談半分かもしれませんが望んでいることを明かしています。そしてイタリアメディアカルチョスタイル、モンテディオ山形所属のアンダー21日本代表ディフェンダーハンダリク選手、 VFB シュツットガルト所属のカタールワールドカップ日本代表ディフェンダー伊藤博樹選手獲得候補に挙げており、カルチョスタイルはモーリーニョ監督の発言内容を報じた上で、来年1月の移籍ウィンドウに向けてチアゴ・ピントゼネラルマネージャーは特に2人のアジア人選手との関係を構築しているという見出しのもと、ハンダリク選手と伊藤博樹選手を紹介。ハンダリクは最初に下部組織でプレーして、それからモーリーニョ監督率いるトップチームへ昇格する可能性がイタリア全土で最も興味深い有望株の一人だ。伊藤博樹はセンターバックやサイドバックなどディフェンスラインの全てのポジションをカバーでき、移籍金はそこまで高くないだろうと綴っています。ハンダリク選手はモンテディオ山形の下部組織出身、昨季から右サイドバックでレギュラーに定着している。今月18日からの U21 日本代表欧州遠征にも帯同しています。また今年9月にはモンテディオ山形強化部の渋沢大輔氏とローマ幹部が面会。
イタリア国内では半田陸選手ローマ移籍の可能性が報じられていました。ただ日本国内ではガンバ大阪やヴィッセル神戸など J1 複数クラブによる争奪戦の可能性が伝えられており、依然として去就不透明とみられています。一方の伊藤洋輝選手は所属先の VFB シュツットガルトにおいて3バックの一角でレギュラーに定着。今年6月2日にはキリンチャレンジカップパラグアイ戦で日本代表デビューすると、森保はじめ監督へのアピールに成功。今月17日の強化試合カナダ戦で先発出場しましたが、23日のドイツ戦では出番がありませんでした。またイタリア紙ガゼッタ・デッドスポルトはカナダ戦当日にモーリーニョ監督は何ヶ月も前から左利きのセンターバックを探している、伊藤洋輝はディフェンスラインの手前や左サイドバックでもプレーできる、加えて空中戦にも強いとリポート。 VFB シュツットガルトは伊藤洋輝の価値を1000万ユーロと評価している。ただローマは600万ユーロ以上を支払うことを望んでいないと移籍金に関して見解を述べた上で、ローマ対談が噂されるアルバニア代表ディフェンダーマラシュクンブラの後釜候補に挙げています。では最後にモーリーニョ監督のこれまでの経歴についてご紹介していきます。ポルトガル出身のサッカー指導者で、異なる2チームを世界最高峰と言われる欧州王者に導き、監督としてイングランド、イタリア、スペインのリーグ戦を制覇、そしてプレミアリーグとセリア A の国内カップ戦の優勝を成し遂げたモーリーニョ監督。結果だけ見ると華々しい経歴がありますが、その背後では実は絶え間ない苦労があったそうです。リスボンで体育教師として働きながら、ユースチームの指導者やスカウト、コーチとして働いた後、通訳を行います。この通訳も指導者の道を目指している時に語学を勉強、その語学でボビー・ロブソン監督に認められて通訳としてスタッフ入りを果たします。その後ボビー・ロブソン監督に熱い信頼を得て、FC ポルトやバルセロナというビッグクラブで通訳として働いていました。ボビー・ロブソン監督に厚く信頼されてスタッフ入りをしていましたが、ボビー・ロブソン監督がバルセロナを去ってもバルセロナに居続け、そのままアシスタントコーチを経験しました。ジョゼ・モーリーニョ監督の自伝によると、彼は37歳頃でバルセロナのコーチを辞め監督になると決めたそうです。この頃にはバルセロナでコーチとして過ごすことは安泰だったそうですが、彼には監督になるという大きな志がありました。しかし実際に監督としてのオファーがなく、監督就任が決まっていない中でバルセロナのアシスタントコーチを辞めてしまいました。その間もちろん給料が入らない中で生活が苦しくなることが予想されます。その頃には結婚もして子供もいたそうですが、彼は職を探しをすることは行いませんでした。職を探してない時に彼がやったことは、試合のビデオを見て自分の監督になった際にどういうことをするのか考えることでした。つまり彼は監督以外にやるつもりがなかったのです。その後モーリーニョ監督は不調だったクラブである古豪ベンフィカの監督に就任します。しかしこれはたまたま彼にオファーが来ただけだったそうで、結果が出なければすぐに変えられてしまうような話だったそうです。結果として彼は8試合しか指揮を取りませんでした。ライバルチームを3対0で破る快勝を収めるなど良い成績を抑えました。その後リーグ中位のクラブをリーグ4位の好成績にわずか1年で導きます。その結果を買われ名門クラブである FC ポルトに引き抜かれ、低迷していたクラブをリーグ3位にまで浮上させます。翌年ポルトは3冠を達成し、ここからモーリーニョは指導者として国際的に注目されます。さらに翌年には FC ポルトを UEFA チャンピオンズリーグで優勝させることになります。その後はビッグクラブを渡り歩き、チェルシーではプレミアリーグを3連覇しましたが、主力が相次いで怪我をしたことで補強をしようとしたモーリーニョと経営陣が対立、その年は結果が出なかったこともあり契約解除になります。チェルシー退団後は各国からクラブの打診を受けるがインテルに所属します。インテルではカップ戦とリーグ優勝に2冠を達成、翌年はチャンピオンズリーグ優勝の3冠を獲得、そして辞任を発表しレアル・マドリードへ移籍して、その翌年にはリーグ優勝を果たします。そして
チェルシーに再び復帰をしますが、2003年以来では初めて無冠に終わってしまいます。復帰2年目では5度目のリーグ優勝を果たし、2冠を達成し復活します。しかし3年目のシーズンでは大苦戦し、結果を出せずに成績不振が理由で解任されます。確かにジョゼ・モーリーニョ監督には運があったのかもしれないですし、才能があったのかもしれませんが、運だけでは説明できない何かがなければここまでの圧倒的な結果を出すことができません。彼から学べることは意志の強さとイメージ力の大切さです。自分は監督になるんだと決めてからは監督以外の職業を探そうとせず、監督になった時のことを考えて無給で生活が苦しいにもかかわらず、サッカーの試合のビデオを見て研究していたこと、そして自分はこうなるというイメージを常に持ち続けていたことは、私たちも学べることでしょう。いかがでしたか。今回はモーリーニョ監督の日本人選手獲得の件やこれまでの経歴についてご紹介していきました。最後までご視聴ありがとうございました。コメントを残してくれると嬉しいです。チャンネル登録高評価もぜひお願いいたします。それではまた。